UEFA チャンピオンズリーグ CL グループ H 第6節パリ・サンジェルマン PSG 対イスタンブール・バシャク・エヒルが現地時間8日に行われた。しかし試合中止となった。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、施中、0-0で迎えた20分、ベンチにいたバシャク氏、ヒルのアシスタントコーチであるピエール・ウェボ氏に対して主審が、レッドカードを謄げ、しかし、ウェボ氏やデンババなどが審判にして猛抗議。両チームの選手、スタッフがロッカールームに戻り、試合は一時中断となった。の後選手たちはピッチに戻ることはなく、ミは中止となった。ウェボ氏が、レッドカードを受け退席処分となったが、A メディア、ガーディンなどは、第4審が、ウェボ氏に対して、人種差別ことをしたと報道。欧州サッカー連盟、UEFA は、同日に替え試合の日程を発表した。UEFA の公式ツイッター、よると、PSG 対バシャク・シェヒルは、現地時間9日に帰となったという。中断となった時間から再スタートされるようだ。UEFA は公式ツイッターで、UEFA は PSG バシャク・シェヒルで起きた事柄について認している。調査をして、今後の対応を行うと説している。